そよ風。大味を狙ってみます。ここでやろう。二月かご釣りをします。二月かごはアマゾンで買えます。餌はこれら、小分けパックが売ってた。あのおじさん、何も釣れてないぞ。針にゼリーをつけます。オキアミがポロリしても大丈夫。とりあえず始めましょう。だった。もちろん、何も釣れません。糸に切れ藻が絡まってうざいです。霊視貝を見つけた。イボニシではないぞ。塩茹でにしたら、結構美味しいです。魚が釣れなかったら、これらの貝を持ち帰ります。おお。大きい。拾って、匂いを嗅いでみようかな。釣りを再開しましょう。ミラクルー。ヒトデの赤ちゃんが釣れた。あのおじさんも小魚一匹釣れていないです。今日は何も釣れない日っぽいです。お尻がかゆい。蚊が活動する季節になりました。切れ藻だらけだよ。ニューおじさん登場。切れ藻がうざいです。オキアミの残りがあとわずかです。と
隣のおじさんが何か釣るまで待機します。釣りをしているふりだけはしとく。もちろん、針には餌がついていません。ダメだ。今日は、粘っても釣れないだろう。回収。塩茹でにします。はい、洗浄完了。塩分濃度は海水と同じくらいが良いはず。磯の香りがプンプン漂っています。それでは、いただきましょう。くるくるは取り除く。おいしい。くるくるも食べてみる。海藻ではなく、貝を食いたいんだ。口の中が辛くなってきた。口の中が唐辛子を食った感じになっている。強風注意報発令中。荒れています。安全第一です。港に行きます。ここでやってみます。二月カゴ釣りです。今日は S サイズを買った。釣れそうな気配がないです。なんか釣れてた。小サバだな。キープです。全力で小サバを狙います。サバが釣れたのは、久しぶりです。ヒット?かすかにピコピコしてるよね?さすがに、小サバの力では浮きが沈まないんだ。ほら、釣れてた。
小サバじゃない。大サバかな。相棒。筆頭。また、相棒。残りのオキアミが少ないです。夜釣りしてもいいけど、速攻餌切れになります。サバと味噌は相性が抜群です。最強漬けにしてみます。最強漬けの素は凍らないぞ。サバはぬめりがあります。軽く塩を振ります。今日のキッチンはここです。これは備長炭だぞ。それでは、味見をしてみます。生臭さと変わらない。今まで食べた小サバ料理で、一番美味しいです。ついでに、昼飯にします。ホルモンがサバ臭くならなければいいのだが。それでは昼食開始。味噌味ホルモンの最強漬け。サバ臭さは一切ない。すっごく、美味しい。小サバの最強漬け、02のスコア、60点。鮭の魚に最適。味噌味ホルモンの最強漬け、03のスコア、90点。波の居酒屋の味噌もつ煮込みより、うまい。